何ってことはないけど、ただ昨日は大変。僕たちは課外キャンプに来ただけなのに、いきなり岩みたいな化け物に襲われて。ゴツモンだ。そう、ゴツモンに襲われて、なんとか逃げたと思ったら、校舎はでかい蜘蛛の化け物のアジトになってて。毒蜘蛛だな。次から次へとわけのわからないことばかりで、頭がついていかなかったよ。そう？たくまは頑張ってたと思うぞ。必死だっただけだよ。さらわれた仲間を助けられたのは春の協力があったからだし。みんなびっくりしてたな。お化けじゃなかったのに。あれはしょうがないだろう。二人と会った時は僕だって驚いたよ。昨日は結局疲れてすぐ寝ちゃったけど、考えなきゃいけないことは。考えなきゃいけないことって。まずはみんなの安全を確保しなきゃいけないよな。毒蜘蛛みたいな相手がいつ出てくるかわからないし。そうだな。ああいう危ない奴は他にもいるぞ。とにかく安心して休める場所が必要なんだ。この校舎を拠点にできれば、あとは救助を待つ間ここで生活することを考えると、食料…たくま大丈夫か。やっぱり僕一人で考えててもしょうがないな。みんなにも相談しよう。ああ、そうしよう。おはよう、ミノル。ああ、おはよう。やっぱ夢じゃなかったんだな。そうだな。あんなことがあってよく眠れたよな、俺たち。まあ昨日はいろいろあったしな。はあ、すげえな。朝日の中で改めて見ると、あんな化け物と戦ったんだよな。僕た僕もだよ。俺もな。ああ、本当夢じゃないんだ。おはよう、たくまくん、みのるくん。あ、葵さん、はよう。おはよう、葵さん。昨日はよく眠れた？ええ、まだ少し疲れているけれど頭はすっきりしたわ。そっか、ならよかった。ああ。お、りょう先輩、お寝坊です。うっせえよ、こんな状況で寝れっか。お前らグースか、寝やがって。おかしいんじゃねえのか。まあ涼先輩はずっと教室にいたり気絶したりして休んでましたからね。なんだと。とりあえずみんな起きてきたようだし、これからどうするか相談したいんだけど。とにかく昨日はいろいろありすぎで、あのままみんな疲れ果ててバタン Q だったもんな。つうか、なんでタクマが仕切ってるんだよ。そうだそうだ。いや、なんでアグモンがそっちに回るんだよ。そういうのは年長者でやんねえとな。葵先輩、リョウ先輩、どうぞ。こんな時だけ先輩って呼ばないでよ。どうするもこうするもどうにもなんねえだろ。とにかく俺はおめえらの
印刷なんてする気もねえし、器じゃねえ。うん、まあそうだよね。じゃあ葵さんは？ごめんなさい、私も頼…真面目なのに。それとこれとは別でしょ。そんなことないって。葵は優しいし真面目だし頼りになるって。だから買いかぶりよ。私今だって不安で不安で。そもそも今私たちはどうなってるの？子供だけで一晩迷ってて帰ってこない。きっと大騒ぎになってるはずだわ。なのに。そうか、確かにヘリの一台でも飛んでておかしくないよな。朝になっても救援に来てくれる様子もないなんて、一体何が起きてるのかしら。そりゃ山で遭難ならともかく、今いるの校舎だしな。むしろここに人がいない方が不自然だろう。行方不明なのは俺たち以外の全…そんな不安を煽るようなこと。だってそうだろ。見てみろ、スマホも繋がらねえ。どうなってる。人類はもうおしまいなんじゃねえのか。そうでなきゃ俺たちがおしまいって話だろ。確かに行方不明のガキなんて構ってられない。すっげえ天変地異が起きてるとか。やめてよ。いやだってこの校舎見てみなよ。俺たちが気絶してる一瞬でこれだぜ。周囲の景色まで変わってるんだ。これって何なんだ。異常事態だぜ。パラレルワールドに飲み込まれたか、それかタイムスリップでもしたのかな。謎の超兵器が作動したとか、それで一瞬で校舎が朽ちて地形が変わったとか。いや違うよな。このボロボロさって地震とか爆撃じゃなくて古びた感じだぜ。なあ一体何が起こってるんだろうな。しないわ、とても不安。バカかおめえ。それに昨晩の怪物は何なの。何なのって言うなら、言っちゃなんだけどファルコモンたちもだぜ。ん、俺もか。とにかく今分かっていることは、人の姿が消えて課外キャンプの旧校舎がボロボロになって、そしてその周辺の地形もなぜか見覚えのない形にすっかり様変わりして、そんでもって立ち込める霊の霧で状況がまるで分からない。その霧もなんだか触れると危ないって話だ。話っていうか本当に危ないんだらしいな。そして何よりここには得体の知れない怪物がうじゃうじゃいる。得体の知れない怪物なんかじゃない。じゃあ何なんだよ。僕たちは僕たち、あいつらはあいつらだよ。だからそれをちゃんと説明できるような僕じゃないからね。そんなの胸を張って堂々と言うなよ。ってことで一番賢そう。うむ、俺か。そうね、お願い。私悪者じゃ無理。心得た。さてどうしたものかな。我々もただ君たち人間の世界と我々の世界が別物なのは確かだ。やっぱりパラレルワールドなんだ。その言葉の意味は俺にもわからない。確かに常軌を逸した状況だとは思うわ。でも異世界かどうかはまだわからないわ。だったらこうして人の手による建物がどうしてあるの。それは人間だけじゃなく、だったらこんなボロボロの校舎じゃなくて私たちのいた校舎じゃない？構造は課外キャンプの校舎と似てるけど、やっぱりここの校舎は別物のように思うわ。それに関しては俺もわからない。野山や木々、岩、海、川、それら自然界にあるもの以外の建物の存在はある日突然現れたと聞く。
誰がどうやって。さあ、神と呼ばれる存在、あるいはそれに近しい力を持つ同胞、なんか正しいことなど何もわからないし、何よりこの世界の住民は様々な力や姿を持つ、凄まじい力を持つ者、弱くか細い者、何でも器用にこなす者、何もでき、つまりお前たちのお仲間が作った可能性すらあるのか。手先が器用な奴が人間の建物を真似て作ったとか、何かすごい力で人間界の建物をこっちに持ってきたとか。わからない。ただ俺の知っていることを並べるなら、我々の世界の住民は一様ではない。言葉を交わし意思疎通もできる温和なものから、話も通じない凶暴なものまでいる。そして人間という存在もまた我々の中ではおとぎ話のように伝わっていた。いや、実際に接触したのはこれが初めてだ。ただどこからか人間の子供と呼ばれる存在が現れ、我々に力を持た。あ、それさきの毒愚門との戦いでアグモンが見せたような、より強い姿に変化する者もいる。なんで急に姿が変わってそれで強くなったりするんだ。外部の影響、人間との接触なんかが媒介となって急激な優位的な選択変化、すなわち進化ね。本能的すごいんだ。意味は分かっ、俺たちにとってはそれが当たり前のことで疑問に感じたこともないからな。もちろん進化はそれだけに限らないし、人間の子供が必ずしも力をもたらすわけでもない。あるものはそれによって世界が破壊されるというし、あるものはそれによって世界が救われるともいう。あるものは人間の子供を、いや、この話はよそう。とりあえず俺の知る俺たちの存在に関しては説明できるのはこれくらい。ミノルの望むような明確な答えも出せず面目ない。いや、今はそれだけ分かれば十分だよ。十分、何も分からないも同然じゃねえか。要は何も知らないくせに何でもありって、そんなデタラメの何を信じろって。あの先輩の言うことは気にしなくていいぜ、ファルコモ。ミノルが言うならそうさせてもらおう。でも確かにどうしたものかしら。ん、おお、ハルたちも起きたみたいだ。ほら見ろよ、あいつまだあの子たちにビビってる。あいつって言うなよ、仮にも先輩だぞ。仮にもってよっぽどひでえな。ちっ、うっせえな。あ、逃げてった。ハルたちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って二人と一緒にどうするか決めよう。それでいいかな、ファルコモ。うむ、承知し、話の続きは校舎とやらの中でしよう。おはよう。ああ、お、何ちびっこ相手にかしこまってんだよ。おはよう。あ、おはようございます。そういうミノルこそ女の子相手になんだよ。その紳士だからだよ。ああ、おはよう、みゆきさんだっけ。いい、気にしてないし。りょうは、あんなところに。
みゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーッつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしにあんな隅っこでこっちの方をチラチラ見られてもな。あ、おはよう、みゆきちゃん、はるくん。ことがあったらいつでも言ってね。こんな状況だし。うん、ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん、みゆきちゃんからすれば私だってお姉さんだもんね。気にしないで、お姉ちゃんはずっとああなんだ。そう、怖い目にあってね。僕を守ってくれたんだけど、それからずっとああなんだ。怖い目って？ごめん。そう、それで話の続きだが、他に聞いておき。じゃあ他には、そうだ、あの木。とにかくあの霧は危険なんだ。近づくとあの霧に飲まれたやつはどうなってしまうかわかんない。多分気配ごと何もかも消えて。ああ、だったらもしかしてあの霧の向こうに行けば元の世界に帰れるかもよ。いや、無理。絶対ダメ。やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったらどうするの？うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的にも確実に危険。まああの霧のせいで気を失ったり変な場所に迷い込んだのは確かだしな。霧は危ない。近づかないに越したことはない。そうだ、ここでじっとしてりゃいいんだよ。動く動かないは別にして、ここに居続けてもどうにもならないと思うんだよな。とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。昨日から飲まず食わずだし。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみ。いや、やっぱ他に人がいないか探す。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃない。みゆき、他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね。そうだ、そういえばみゆきちゃんたちはどこから来たのか。あっち。あっち、あっちってどっち？あっち。あっち。そう。ああ、ダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女もよ。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどよ。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ。
もしかするとサキや修士さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれない。そうか、あの神社に祠るだから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしてもそれは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと人間の建物までここに迷い込むなんておかしいわ。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能性だってゼロじゃないわ。それなら迂闊に動くより助けが来るまで待機してた方がいいと思うの。それは俺。ええ、だからその間食べ物とかはちゃんと確保しなきゃ。だからどうせ救助も来るわけねえんだよ。え？教授や修士がいるかも、いるかどうかも分かんねえやつ探してどうすんだ。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。じっとしててもどうにもならないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら肯定するってもんでもねえだろ。そもそも俺たち何もしてねえのにわけわかんねえ状況に追い込まれてんだ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。意味もなくうろつき回って危険を増やしてどうすんだよ。まあ死にたい奴だけ死ねばいい話だけどよ。さてと、さっきはああ言ったけど、これからどうしようかな。そうだね。まあ、タクマの好きなところを見て回ろう。そうだな。行こうか。
が行こう。手当てしてあげるわ。
らの番だね。私も手伝うわ。
Thank you.